クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。痛ましい話ですぞ。雪に咲く赤、しい俺の体はもう二度と動かない。これぞまさにクロードの技。
前進は敗れ去った。敵の遠兵が到着した。敵に逃れる術はない。最後だ。案ずるな。今助ける。クロードはいくつく間もなく戦いに備える。クロードが満たされることはなかった。クロードの戦いはついにその大事を迎える。破れ去った。クロードはさながら死を運ぶ形だ。やっと死によったか。
しばしの間、たちがぶつかる鋭い音が止んだ。案ずるな、今助ける。敵の足音が少しずつ近づいてくる。仲間とのつながりを断たれた。私は100発だ。クロードにとって対峙できる敵なのか。今ので最後のようだ。Come on.
灯火は静かに消えていった。クロードの速さに敵の目は追いつけない。最後、敵に逃れる術はない。クロードは務めを果たした。鬼はこの世に別れを告げた。真の像はゆっくりと動きを止めた。
ない。鬼の命の灯火は静かに消えていった。近づくにつれ大地が大きく揺れる。クロードがさながら死を運ぶ風だ。鬼がいる。やったな。戦いはまだ始まったばかりだ。クロード、イオの分身を破った。敵の目は追いつけない。クロードしばし息を。まだ行くでない。さらなる敵勢が姿を現した。
ぶれ去った。いかなあやかしてもクロードにはかなわぬ。終わり、クロードは太刀を鞘に戻した。クロードの戦いはついにその大地を迎える。再び勝利を収めた。
二度と動かない。撃ち捨てるマナト。最後、敵に逃れる術はない。助ける。
たじけない。時をあげた。なれどこれはまだ始まりに過ぎない。お話ししたい伝承はたくさんございます。